はい、おはようございます。トットパークに続いて小島養魚場にやってきました。僕自身も初めてなんですけど、結構人気のある釣り場なんで、釣果あればなと思いやってまいりました。なんで今からちょっと巡回したいなと思います。お願いします。行きます。言い方の餌は何で食ったんですか？サシエは？サシエはあのミックです。ミックですか？すみません、ありがとうございます。いいですね。おお、シマアジになってます。はい、いいタイミング。シマアジいいですね。物でかせちゃう。別に外向いてやってもいいんですか？あ、もう自由です。何してもパサを一本だけやったのに。なんか今放流何が？メジ、あのタイとタイ、シマジとメジロと、ヨズリもやってるんですよね。ヨズリやってます。ヨズリは金土日だけです。あ、金土日ある。ルアーの方が結構来てるんですよね。味が、ね、はい、多いですよね、はい、それこっちこっちどっちでも両方でやってやる。基本的にはでも内側ですけど、味はそれはもうあのルアーのとこで、味はもうどこでも OK。 Aサイズっせおこれはもう空もあのこの釣り堀の中島君のなあ、長島。そうそうですね。そう言うといてよ。はい。ちょっと待ってよ。おっ。いける。いける。はまる。海バックに。あんま後ろ行ったらあかんの。ちゃんと目開いてる？ちゃんと届きます。俺もうすぐ見るからな。あ、いいね。どこの店だったっけ？錦の浜です。錦の浜。はい。錦の浜ね。はい。はい。えらいとこから来て。はい。すいません、ありがとうございます。はい。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。釣り堀さんのおかげで。もうこれで明日から半分。マケイもオッケー。マケイはあのうちの専用のミンチだけは。うちの専用のやつはオッケー。サビキもそれあのうちのミンチやったらオッケー。え、そしたらサオ1本やったら2本針とかでもオッケーですか？日本までまりは OK。 サビキは別にいいんですけど、ジギングサビキとかあんなはダメです。ダメです。あの日本までなんで基本的には。ジギングサビキとかやったら3本ついてた、はい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 、あれ1本切ってもらったら別にいい。まあまあまあ多めに見とくような感じで。そうそう日本まではいけます。あと気になってるのは夜釣りのメバル。ああ、餌でもあるんですね。そうですよ、あの夜釣り餌でやってます。エビ巻きとかね。エビをそれを巻くのはオッケー。まあまあ。見てない。ポイントってあるんですか？ポイントはこの。テトラの手前から。こっそり来ようかなと思ってますけど。そこ個人的にちょっと聞いとこうかなと思ってたんで。大体あの辺、この辺でも奥詰まってたら、まあその手前とかでやってると思うけど。ただ浅いと。
もうちょっとかな。で、潮がこう入ってきてる時のいいですか、出ていく時よりも入ってくる時いろいろ参考させてもらって、ちょっと棚捕獲したら、この間アコもポツポツやっぱまだありましたか。それも密かにちょっとご苦労様です。あ、すみません、ありがとうございます。これ料金ですよね。こっちにも書いてる。ありがとうございます。でかいのあったもん。でかいのありますよ。よし、はい、インスタライブでは初めてなんですけど、小島養魚場見てきましたけど、マダイとシマアジといいサイズの釣れてますんで、まあ餌はやっぱ生ミックがいいらしいんで、まあ錦の浜店でも朝生ミック餌場の前にご用意してますんで、ぜひぜひご来店ください。今日は以上です。ありがとうございました。ありがとうございます。ちょっと待ってね。